ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。16日に閉幕した関東学生卓球選手権の女子シングルスでベスト16以上に入ったランカーの選手を紹介します。優勝は中央大学の枝広選手。今大会ダブルスでも優勝しており、1年生で単幅2冠達成です。準優勝は専修大学の大島選手。ベスト4には専修大学の井出沢選手と早稲田大学の杉田選手、ベスト8には國學院大学の鏡選手、専修大学の船場選手、中央大学の藤田選手と高橋選手が入り、ベスト16には早稲田大学の黒野選手と里川選手と具選手、日本大学の伊藤選手、中央大学の吉岡選手、國學院大学の高橋選手、専修大学の岡本選手、東洋大学の岡崎選手が入りました。優勝した枝広選手にコメントをいただきましたので紹介します。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。決勝戦はどうでしたか？最後の6セット目すっごい負けてて、ああ6、7セット目になるのかと思ってやってたんですけど、そこから考えて思い切ってできたので、手通りにならずに勝てたのでよかったかなって思います。シングルス全体通してはどうでしたか？昨日の初戦も2回目もあまり良くなくて、千葉さんの試合の時に1セット目取られたんですけど、あんまり良くない取られ方をして、ちょっと負けそうだなと思って、でも負けるんだったら次インカレがあるので、インカレにつながる試合をしようと思ってそこからやったんですけど、そうやって思えたから思い切って振り切れたので、ここでちゃんと思い切ってできたのが今につながってるかなって思います。シングルスとダブルス、まあ、両方優勝っていうことですけど、そこについてはどうですか？ダブルスは優勝したいですねみたいな感じで言ってたんですけど、シングルスは負けたらしょうがないかなっていう感じで、まあ、思い切っていこうっていう感じで思ってたので、あんまり実感がないんですけど嬉しいです毎回あんまり納得してない感じで全部勝ってますけど、はい、あんま納得してないんですか？なんか課題がありすぎて、もうそっちに頭がいっちゃって、なんか勝ったっていうよりも、あ、次ここをこうしないと勝てないなっていうふうに思ってます向上心がすごいですね、はい、今後インカレもありますけど、そちらの方に向けても一言お願いします。リーグ戦優勝していいふうに来てると思うので、インカレもしっかりみんなで3点取れるように1位を目指して頑張りたいと思います。はい、ありがとうございますありがとうございました。枝広選手、コメントありがとうございました。関東学生は男女ともに単幅2冠となりました。男子の方の動画も公開しているので、ぜひご覧ください。ラリーズが運営しているラリーズストアでは現在新商品を開発中です。そちらもお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。Rallies.